岩田 TV。 今年、今日、10年目のスタートとして次の10年に向かって頑張ろうという改めたイメージを持って来年の3月を終わりたいと思っております。全国からたくさんの応募の中、この私の詩を選んでいただいた多くの市民の皆様、それから関係者の皆様に、心を込めてお礼を申し上げたいとございます。今日この日に、鹿が生まれて、これからまたさらに年月を経てですね、この鹿が、ずっとね愛されて いってもらえればいいなという気持ちでおります。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ふるさと岩田、海に抱かれて森に見守られ、いにしえに思いを馳せるこのふるさと、今未来を見つめ輝く岩田。山下浩介さんが岩田第一中学校出身ということもあり、岩田第一中学校の生徒が一番最初に歌わせていただけることになりました。それでは岩田鹿の合唱をお聴きください。